黒木なぎさの夜のまどろみ、大人のための読み聞かせ。あなたを快適な眠りに誘う睡眠誘導音声。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。これからあなたが眠りにつくまでの間を、私、黒木なぎさがサポートいたします。音声にゆったりと思考を委ねて、昼間の忙しさを忘れてしまいましょう。もし途中で眠くなったら、抗わずにそのまま眠ってしまっても構いません。では、始めましょう。まずは、呼吸を整えていきます。鼻から大きく息を吸って、口から長く吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、そのまま自然な速度の呼吸に戻します。ベッドに横になっている方は、体をリラックスさせましょう。両手両足をだらんと伸ばします。手のひらは上向きに。手の甲に気持ちよい布の感触を感じます。反対に、手のひらは解放され、ふんわりと開いています。さあ、手のひらに集中しましょう。だんだんと暖かくなってきます。手のひらサイズの丸い生き物が乗っているような感覚。ハムスターでしょうか。それともウサギの赤ちゃんかもしれません。ふわふわと毛並みがよくて、触るとほっとします。それは両手のひらに乗っています。心の中で生き物をめでましょう。かわいい、かわいい、愛しい、愛しい。おっと、手のひらの生き物が動きました。彼らの動きを感じてみましょう。ほんの小さな彼らの体重、カサカサと動き回り、やがてあなたのパジャマの袖を見つけます。あなたの体温で温まった服の中に入ってきます。とても可愛らしいですね。もそもそと一生懸命に進んできます。前腕、上腕とあなたの顔の方へ向かって登ってきます。そのままゆっくりとあなたの胸元を通過して、ついに襟首へと到着しました。左右から集まって2匹が合流しています。おや？襟元から顔を出したようです。あなたの顔の方に向かって登ってきますよ。そっと目を開けて見てみましょう。なんだ、この生き物は。あなたの顎に見たこともない生き物が2匹しがみついています。まだら模様の柔らかい毛がびっしりと生え、小さな4本の手足を持ち、イクラのように赤くて透明な目が9つもついています。一見すると、カビの生えた大福のようにも見えます。本当に何なんでしょう。彼らは互いに相談するように顔を見合わせ、
何かを通信している様子です。そうしてすぐにあなたの方へと向き直り、遠慮なく顔へ登ってきます。柔らかな毛が頬に当たり、くすぐったいですね。顔に乗る彼らの体温を感じてみましょう。そのまま彼らはまぶたの上に乗ってきます。眼下のくぼみがジャストサイズですね。居心地が良さそうにそこへ腰を下ろしました。彼らの体を反動にして眼球の丸みを感じましょう。仕事で疲れたあなたの目を体温が癒してくれます。カイロのようにポカポカしてきます。さあ一緒に心の中で唱えます。噛まれたらどうしよう、噛まれたらどうしよう、これ何、何の生き物。あなたの不安を察知したのか、まぶたの上の彼らがまた移動を始めます。左右に分かれて顔を折り始めました。どうやら耳へ向かっているようです。小さな手足で必死にもみあげをつかんで耳へと移動します。ごそごそ、耳のそばで物音がするのを感じましょう。不安になるほど近いですね。右の耳と左の耳、耳当てのように生き物がへばりつきます。耳の縁や耳たぶに生き物の呼吸を感じます。おや、彼らは穴の存在に気づいたようです。遠慮がちに耳の穴に手を入れてきます。くすぐったいですが、ここは想像力を働かせて耳かき専門店に来ている場面を想像しましょう。理想の人の膝枕で優しく耳かきされているのです。カリカリ、カサカサ。実際は得体の知れない小動物に耳の穴をいじくり回されていますが、そんなこと気にならないくらい幸せですね。あ、右の生き物が耳の穴に顔を近づけています。匂いを嗅いでいるのでしょうか。小さな紫色の管を体から出してあなたの耳に差し込みました。あれが鼻なのでしょう。耳の中にふんふんと息を感じます。そして次の瞬間、吸い込まれるように穴の中へ入っていってしまいました。左の生き物も同様です。勢いはありましたが一瞬のことです。痛みはありません。頭の中でごそごそと2匹が動くのを感じましょう。再会を喜ぶように前頭葉のあたりで互いを毛づくろいし合っています。可愛らしいですね。さあこのままゆったりと身を任せてリラックス。もう一度深呼吸です。吸って吐いて、吸って吐いて。眠りについたあなたが明日の朝目覚めるときっとまっさらな新しい自分へと生まれ変わっているはずです。今夜はゆっくりおやすみなさい。